そういうふうになってるアメリカと、だからまたその、そういう意味では、権威主義的だけど、ある種の経済として発展してうまくいってるかのように見える中国と、間にいる日本って考えたとき、どう日本が振る舞っていくのが重要なのか、まあ、このかつての本でまあ、は、何をやってもダメです。ダメですか？はい。もう、さっき言ったようやっに、ぱりダメなんです中か？国何はか、ね、どう今し度て。は権威主義によって産業構造を変えちゃうんですよ。まあ、広州のすぐ横に深センを作るっていう時の中国の、中国政府にやったことすごくて、それまで 広州、まあ、広い州の広州ですよに出してた 大工業都市ですけど、補助金も打ち切って、多分本に書いてあると思うけど、全部深センにつけたんですよ。だから労働者ごっそり移動します。で、それで、ね、だからアメリカの完全な新自由主義と中国の権威主義って、抽象的な視座から見る同とじなのか、同じなんですよ。やってること同じってこと同じ。産業構造改革を一挙に進める。じゃあ日本は何ですか？ね、それこそ三島由紀夫問題に、まあ、直結することだけど、要するに所属集団でのポジション取りにしか関心がない人たちって、所属集団が消えたら人生終わりですから、ね、所属集団にへばりつく。ね、それは自民党だろうが、旧民主党系だろうが、変わらないんですよ。会社だろうかってことでなんすだか？ろうかね。だから、まあ、賃上げ闘争をやめて、雇用規制、解除して、少しでも賃金が高いところに移動するようにして、産別組合、つまり企業別組合から産別組合にして、で、なおかつ、まあ、労働力の公正な移行措置、まあ、クビになっても、まあ、国によって違うけど、2年間とか3年間とか所得保障して、新しい産業に関わる職業訓練を、まあ、税金で保障しますよっていうふうにやりゃいいだけじゃんっていうふうに言ってる野党は一個もないんですよね。日本に。令和だって言ってないですよ。NHK 党だって言ってないし、参政党だって言っていない。ね、それを言ったらもう命取りだと思ってるわけでしょ。で、それを言ったら、命取りであるような国民たちが、そうすると既得権益を変えられないようにしてるわけでしょ。そしたら日本に未来が一個ないもんなだ。いっすよね。この前、先ほどの中国の話で、その中国人の友達がいない人が、その官僚や政治家にも増えてるっていう話をおっしゃったことが非常に印象的だったんですけれども、もともとは自民党にしてもですね、そうは言っても中国との、ね、長い歴史もあるし、人脈もあったはずなのが、この前田中仁さんに出ていただいた時に言ってたんですけれども、今中国から見ると日本の独自性っていうのはほとんど見えないんじゃないかと。だからもう日本と付き合ってもしょうがないから、まあ、アメリカとだけ交渉すればいいというふうになってきてるんじゃないかと。本来は日本が中国との人的関係が別にあって、アメリカに対してそれ違いますよと、中国はこういうなんですよって言えるからこそ、むしろそれは日中関係にも資するし、日米関係にも資するっていうことなのに、それが、まあ、今回の防衛費の43兆円もそうですけれども、何かアメリカに言われたのか、言われたことを理由にしてやってるのかわからないけれども、何か、まあ、この前も岸田さんワシントン行ってましたけれども、その会見でも中国はどうなんですかって聞かれて、その首脳会談の予定ありませんって言うだけで、むしろアメリカの人たちの方が中国の質問が出た時にですね、非常に敏感に国防長官も国務長官も反応してて、それに対して日本の側はみんな敵基地攻撃能力あればいいんだとか、どんどん交戦論ばかり出てきていて、非常に、まあ、そもそも独自性がなくなってるし、そういう中でより好戦的に後先考えずに進んでるのが日本のような気がして、そのアンバランスが非常に気になる。気になるんですけど、どうしようもないですよね。ケチなアメリまカずだアメから。リカからの要求がある。で、次に財務省からの要求がある。何でもいいけど、火事場泥棒的に税収を増やすことが、もうとにかく至上命題になっている勢力がある。で、まあ他にもですね、防衛関連産業っていうのがあって、少しでも国による、政策主導によってですね、防衛に関する投資で
自分たちを生き残せたいと思っている奴らもいると、うん、でそれこそ所属集団の中のポジション争いではありませんけれども、うん、その流れがこうなのかこっちなのか、うん、あっちなのかっていうことで、うん、あの不和雷動的に従うだけの思考停止の役人たちや政治家たちがたくさんいる、うんうんね、だからまあそのこれはもう申し上げたかどうかわからないけど、あのトマホーク500機とかって僕鼻から吹きました。あ、そうですか。あれ買うのっていう意味で。だってトマホークってことじゃなくて1970年代からか。今ね最新鋭の旅客機って時速1000キロ近く出るんですよ、うん、トマホークって800キロ台です。あの改良版もそうです。でどんなに高性能なあの巡航のコントロール、クルージングコントロールがあったとしても、うんうん、簡単に撃ち落とします。はい、で、それ買うのかと。そう、中国はその沿海部に行ってね撃つと撃ち落としの長いで当たるかもしれないけど、沿海部に行く前にあの船が撃沈されるので一体どういう戦略を考えているのか。でね、僕は ある場所で丸撃かな、こう言った、はい、ね、結局金が動きゃいいんでしょうってことです、ね、だとするとアメリカにとっても日本の一部にとってもね、でそうすると中国は何、うん、防衛力増強って、うん、見ていたら、うん、トマホーク500機なんだそういうことか、分かった分かった、あの本気じゃないんだなっていうふうに、ね、中国に知らせるっていう目的もあったんじゃないかなって思うんですよね。この程度ですよみたいな。そうそうそう、 ある意味、あ、じゃあ逆だ、向こうからしても吹いてるって感じなんですかね。うん、あのまあ、あの、うん、だからあの多分、うん、あのいや、あの僕はね、あのジム哲夫氏から日本の官僚にそんな頭安いねって言われたんであのでも、まあ、僕だったらねそうするなと、うん、防衛力増強、ね、こんだけ軍事 で兵器はちょっとこれですってえ、それっていう、じゃあまあいいかなみたいに。これトマホークって、うん、まあ、実は、1月24日に公開された、うん、あの政府の防衛力強化を話し合う有識者会議というのがあって、うん、ここでまあメンバーに読売の山口純一社長、日経の北恒夫という顧問の方、で専門家でも何でもね、そうで船橋陽一元朝日の主筆だから、なんでさ、あの自衛隊の制服組 の戦略的な候補を入れないのってことですよね、うん、でそこでですね、この山口さんが実は第2回の議事録あたりから、うん、もう本当にこれ終わった後に出すなと思ったんですけど、うん、要はまあスタンドオフミサイルを持つことがこれからは必要なんだ、必須だと、うん、で今自衛隊が持ってるミサイルを改良して、うん、まあ、できるとしても 4,5 年はかかると、うん、だったらまずは外国製ミサイルの購入も検討すべきだって、まあ、言ってたんですね。で第2回が10月末ぐらいにあって、うん、その約1ヶ月、10日後の11月30日に読売が一面で、うん、トマホーク500発購入、ってこう一面で打つわけですよ、うん、で国会では与野党全然それ知らなくて議員たちもですよ、うん、なんか読売またしても出てるけどそんなもん買うんかいみたいなことを話してて、だから後で紐解いてみると完全にまあメディアがのトップは買うべき、あの検討すべきだって言って、うん、その1ヶ月後に読売に一面で書かせて、うん、で結局それがそのまま、まあ、関係的誤差なんて、ね、これもだからね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、ね、はいはい、今僕トマホーク500発中国がほっとしたっていうか吹いたかもしれないですけど、あの、ね、そこで止めるのをちょっとまずいところがあってね、うん、だよね宮台君さん、トマホーク500機なんて有効性ないよね、うん、だったらどうせ買うならもっと有効なものを買おうよ、うん、でこれ何が起こってるかっていうとポンコツトマ、まあ、最新鋭トマホークですけど、うん、ポンコツなんですけど、それ500機買うことで実は道がついちゃってるんだよね、わかります。あね、それをいやトマホークおっしゃる通り非力だよね、だったらもっと有効なものを買った方がいいよね、間違いありませんって言ってる時に、はいはい、もうだから外国の武器を大量購入するっていう前提を僕たち踏まえちゃってんじゃん、うん、そうね、そうだから頭のいい役人であれば、うん、そのある種のなんて言うんでしょうね、わざとやってるってことか、わざとやってる可能性もあると思いますね。いやでも私もそこまで考えてないっていう方をやっぱり取材してると感じますね。じゃあでもだとすると何も考えてないのに、いやその何も考えてなさが
怖いですよね。その私船橋陽一さんの言葉が本当に衝撃的で、彼はこれ第3回の議事録ですけど、国力に見合った防衛力というように固定的に考えるべきじゃない。確かに国力を超えた防衛力は持続性がないが、抑止力が大きく崩れるとかバランスオブパワーが崩れるような状況変化が起こっている時には、国力以上の防衛力を前倒しで担保しなければならない時もあるって言って、まあかつてきた道を、まあ、ガンガン進めなさいみたいなことを言いたいのか、まあね、国力以上の、いわゆる言葉の自動機械現象がやっぱ起こっててね、防衛力って何なの、うん、っていうことがまず分かってないってことだよね。で、敵基地攻撃能力っていうのは、うん、視座に依存するんであって、空撃される寸前に、攻撃を恐るべきであるって、こう先制攻撃論っていうのはね、昔マイケル・ウォルツァーっていうのがアメリカの左翼ですけど、大々的に展開したんです。つまりそれは、2001年のブッシュ以降のですね、アフガン、特にイラクに対する戦争をどうやって、正当化するのかっていう時に、むしろ左翼、あるいはリベラル側から聖戦論が出てくる。船橋さんも元リベラルですけれどもね、うん、今よく知らないけど、今もうハンドラみたいになってきました、ね、ハンドラになってきました、ね、ハンドラですね。でもこの問題はね、すごい重要で、うん、そうやられそうだったからいち早くこちらを叩いたって、これ向こうにとってはさ、ね、日本が先制攻撃をした、で、ね、でだったら俺たちは何でもできるな、うん、ということで、それを口実にして総叩きできるわけです、ね、なので、言葉の自動機械はやめた方がよくて、自衛隊の制服組の方とかそういうシミュレーションをされてるわけだよね、基本的にはね。それは日本の見方はそうかもしれないけど、向こうに口実を与えて総叩きをするっていうことが、でそれの国際世論が日本に味方できない状態でそれをすることになる。そうですよね。